を伝えられたらなと思っていて、そうですね、なんか僕自身の経験で言えば、やっぱりそのバレー留学をして本当の本気でそのプロを目指す段階に入る時までは本当にバレーが好きだったんですよね、うん、でもやっぱりあまりの現実の辛さというか、そのいざその世界レベルで自分を入れた時の、うん、そのなんていうんですかね、日本では恵まれてたはずなのに、このまま行ったらいけると思ってたのを一瞬で崩されるっていう場面が何個も出てくるし、はい、で本当にまあ